Do you know yo?ミニトマトだよ。アグちゃん、クリくん、取材よろしく。アグちゃん、グリくん、うちのハウスへようこそ。今日もたくさんのミニトマトがなってるよ。わあ、おいしそうなミニトマトがいっぱいだ。おいしいミニトマトを育てるためには土作りがとっても大切。藁やもみ殻などをすき込んだり、収穫の終わった夏の時期にハウスにビニールのシートを張って1ヶ月間ぐらいかけて太陽の熱で土を消毒したりしています。高温で土の中の悪い菌をやっつけることができるからミニトマトの育ちが全然違うんだよね。土作りにもいろんな工夫があるんですね。ミニトマトを安心して食べてもらえるように、虫の害などには特に気をつけています。畑に虫取り用の粘着シートを吊るしたり、ハウスの側面や入り口に目の細かいネットを張ったりして、悪い虫を寄せ付けないようにしています。また、甘みのあるミニトマトを育てるためには、水加減も大切。収穫の前には水の量を調整しながら減らしていくんだけど、あまり減らしすぎると枯れてしまうこともあります。長年の勘でちょうど良い水の量を見極めています。Do you know yo? では、今日のまとめだよ。太陽の熱で畑の土を消毒してから育てている。いろいろな工夫をして害虫を防いでいる。水の量を調整することで甘みを増している。トマト、作曲中、トマト、ミニトマト、作曲中、トマト、トマト。おー、ではみんなでミニトマトの歌いってみよう。Oh.